それでは計算基数学1の第12回目の授業を始めます、えー、とまず前回の授業のまとめです前回は有理数を常用管に埋め込んで行う計算について紹介しましたそして有理数の循環小数表記からの復元を拡張ユークリット誤助法を用いて行う方法について紹介しました 今回のの授業の内容です今回は中国常用三法の応用の一つとしましてモジュラー三法と呼ばれる一連の方法の中から行列席の方計算について紹介いたします。テキストでは第4.9節の内容です。ではまずモジュラー三法について紹介いたします。 えとモジュラー布法の紹介です。えー、とモジュラー布法は主に多倍長数は使うアルゴリズムを対象としています。で、アルゴリズムで扱う数の絶対値の状態がラージエムで与えられる場合に対して、このラージエムの2倍を超えるスモールエヌ、まこ、あ、このような条件を満たすスモールエヌをまず算出します。その次にこのスモールエヌに対して えー、n が n1 から nk の積で、えー、とかつその ni と nj がついに互いに素であるようなあ数の整数の組、えー、n1 から nk を求めます、えー、そしてこのようにして定めた n1 から nk に対してそ,のそれぞれの n1 から nk を法とした徐用感上での,そのアルゴリズムを、えー、実行しますで最後に 中国常用定理を用いてこの n1 から nk を法としたアルゴリズムの計算結果からそ,のそれらの積である n を法とした計算結果を復元します。そしてこの2番目のですねこのラ a r m の2倍が n で抑えられているという条件から最終的に求める整数解を得る。 というのが、あの、モジュラー算法の一連の流れです。え、今回は、そのモジュラー算法の一例としまして、強列積の法計算と呼ばれる手法を紹介いたします。テキストでは、第四点九節、六十四ページからです。で、ここで、まず扱うものは、その多倍長数を成分に持つ、強列の積の計算です。 ここにありますように、その A と B をそれぞれ整数を係数とする M 字正方行列とします。で、ここで計算したいものはその行列 A と B の積 C です。で、その計算の仕方はこのま真ん中にある式にありますように、まあ、古典的な行列の乗算の手順に従って計算しますで。まあここであの記号なんですけれども、この A、B、C それぞれのあのあと についているこのブラケットで作った文字は例えばこの A の場合ですとこれは A の RS 成分それから同じく B の ST 成分というのを表します。ですので、まあ、この公式ですと、えーまあえー、行列 A と B の積を計算するのにこの S が1から M までの間でこの A の RS 成分と B の ST 成分をかけてその和を取ることで、まあ、C の RT 成分を計算すると。 いいうことを表していますそこでここではまずその、まあ、このような通常のやり方でその多倍調数を成分に持つような行列の積の計算量を見積もることにします。でその多倍調数を成分に持つ行列の積の計算量の見積もりですけれども、まあ、これまでの授業のやってきた内容で その多倍調数の指則演算の計算量というのは与えられたそれぞれの数を長さとまあ,ある種の比例があるある種の比例があるということでしたのでまずそのこの一連の計算の中に現れるその多倍調数の大きさを見積もるところから始めます。最初の課題としましてこのまあ A の各成分行列 A の各成分それから行列 B の各成分の 絶対値はこのラジエム m で上から抑えられているものとします。そしてこのラジエム m の多倍調整としての長さを l a r g e というふうに置きます。でこの時その A の各成分ですね例えば A の RS 成分と B の ST 成分の積の絶対値はこの M の2乗で抑えることができます。そしてこの C のですね行列 乗算結果の行列 C の各成分の絶対値なんですけれどもこれはその行列 A と B の1個ずつの成分の積を、まあえー、と M m 通りの,そのこの組み合わせの和を取ったものですからこの行列 C の RT 成分の絶対値というのは LargeM2、えー、乗 ×smallm smallm は今のこの行列の次元ですねの積。 で抑えられていることがわかります。で、このラージ M 二乗かけるスモール M を M プライムというふうに置きます。なお今回はこの行列の次元スモール M がこの行列の各 A と B の成分の上限ラージ M で上から抑えられていると仮定します。まあ、ゆえにこの行列の次元スモール M の 多倍長数としての長さは、えー、とその行列 A と B の各成分の多倍長数としての長さっ、えーえー、とラージ m の長さで抑えられているものとします。ですので、まあ、これは、えー、と L で抑えられているものとします。そこで以上を踏まえまして今回のその行列の乗算に出てくるいろいろな演算の その計算量を順番に見積もっていきます、えっと、まず最初にそのまあ C の各成分を計算するときに現れるこの A の成分と B の成分のまあ積の計算量ですけれどもえこれはその長さ L の多倍長数同士の乗算となっております。でなこれが何回出てくるかなんですがまあ C の1個の成分あたりこの A の成分と B の成分の乗算がえっと m 回出てきまして、でこれをこの c の成分の個数だけ繰り返しますから、合計でその回数はまオーダーの m 3乗回となります。で、この多倍長数同士の乗算の計算量はその長さの2乗に比例しておりましたので、そうするとこの行列の乗算に出てきます長さ l の多倍長数同士の乗算の計算量はオーダーの m スモール m 三乗かける l 2乗というふうになります。 で次にこの C の各成分を計算するにあたってはこの A の RS 成分かける b の ST 成分の M 個の,その和を取ることになります。でこの和の加算の回数ですけれども C の RT 成分1個の成分に出てくる加算が M 回でそれが C の RT 成分の成分の個数分だけ出てきますから。 合計で出てくるこの加算の回数はオーダーの small m3 乗回ということになります。そうしますとその計算量ですけれどもこのまず m' の長さを見積もりますとこれがその m' は large m2 乗る s m a l l m ということにしておりましてでで まあえー、とラージ M2 乗の長さが 2L それから、まあ、あとこれ,あのこれはスモール M の長さを加えた和になりますけれども先ほどの過程でこのスモール M の長さはラージ L では上から抑えられているということにしておりましたのでそうすると,、えー、とこの M' ラージ M' の長さというのは まあ3倍の L すなわちオーダーの L で抑えられていることになります。えー、それでとと長さ、えー、と M' の多倍長数の,あの加算の計算量というのはこの,、えー、とこの長さに比例しているということを前にやりましたので、えー、と1回あたりのその多倍長数の加算の計算量がオーダーの L, L。でこれが合計で M3 乗回繰り返されますから。 その合計の計算量というのは、まあ、オーダーの m3 乗スモール m3 乗かけエ l と評価することができます。で最後に今のその乗算と加算の合計の計算量の見積もりを見比べますと乗算の方がオーダーの smallm3 乗エ l 2乗で加算の方がオーダーの smallm3 乗かける l ということになっていまして、まあ、両者を見ますと この乗算の方の計算量オーダーの small m3 乗×ラジエル2乗というのが一番全近的にその計算量に大きく影響するということが分かりますのでこの多倍調数を成分に持つ行列の積の計算量全体というのはこのオーダーの small m3 乗×ラジエル2乗で評価することができます。はましかまてここの計算量をこれから その中国常用定理を用いたアルゴリズムで改善しようというのがこれからの計算の目,的目標となります。